皆さんごきげんよう、イルナです。珍しく化粧したのでインスタライブをやります。といっても特に話すことはありません。こんにちは。これなんか下の目がちょっと大きい、なんか可愛いな。ごきげんよう。お目目が4つ、どんどん増やしていきたいですね。こんにちは。あ、夜ご飯を食べないといけない。皆さん今日夜ご飯何食べましたか？いつもね、食欲がないから基本的にいつも食べたいものを考えるのが大変。何食べようかな。いつもだったらね、マックとか、マックかケンタのどっちかが食べたければそれでなんとかなるんですけど、ミルナさんの口の形とても好きです。ありがとうございます。なんかね、私すごい人形のくにゃくにゃっていう口がすごい好きなんですけど、自分の口が割とそれであることに最近気づきました。嬉しい。こんにちは。仕事で辛くなりますか？そんなところにミルカさん、ミルナさん泣きつらに鉢かもしれませんね。泣きつらにバラだよ。完全食は食べてません。あれきりですね。やっぱり割とグルメな方なので偏食だけど、献立考えるのだるいのでいつも同じもの食べてます。わかります。これ一曲のループにするのどうやんだ。あ、できた。めっちゃ暗い感じになっちゃった。ごきげんようです。まだ眉毛全剃りですか？可愛いです。そうです、ありがとうございます。眉毛はないです。眉毛はねない方がいいからね。あ、そう、眉毛がね、なんで剃ったの、なんでですかって理由を聞かれたんですけど、ドールだからです。ドール眉毛あるじゃん説ですけど、ドールって眉毛基本なくて描き眉なんですよ。毛を再現してるだけなんで、ちょっと偽物っぽい眉毛の感じとか、そもそもなんか眉毛ない方は表情とかなくて、なんかちょっと物っぽく見えるし可愛いなと思って眉毛なくしました。今ちょうどミルナさんも来てらっしゃるのって来てます。おそろっち。これは私が作った魂の窓 T シャツ。ロリータファッションいつでも着ていたいけど、心はいつだって着ているけれども、必ずしもそれが表出しない 現実に表出させるアイテムでございます。髪の毛が黒髪なのは何かこだわりがあるのでしょうか？あります。というかね、ピンク色になんか染め、なんかこの間大森聖子ちゃんのライブを見に行ったら、ちょっと大森聖子ちゃんのピンクの髪が可愛すぎて、髪え可愛い、ピンクに染めたいってめっちゃ思ったんですけど、親に相談したら、お前がピンク髪に染めると正解すぎるからやめろって言われて、ピンク髪なんてけしからんとかじゃなくて正解すぎるからやめろっていう、この理解ある親。そのディティールで理解をしてくれ、まあ、要するに なんか私のファッション、ロリータファッションとかだと多分むしろピンク髪とか派手髪とか茶髪とかの方が似合うかもなんですけど、あえて黒髪ショートとかの方が、私の目指してるゴールがなんか女装少年なので、女装美少年を目指してるので、なんか私的に、あと地味な子が好きなので、地味な女装美少年を目指してこうなっております。親好きすごい理解、本当だよね。ハイコンテクストな文脈を理解しすぎなのよ。お酒普段飲まれますか？あ、めっちゃ飲みますよ。ね、全然ね、割とあれが好きです。日本酒が好きです。でもワインは飲めない。私この間ふと思い立って金髪にしました。毎日メイクするのはステッピアス選ぶの楽しいです。最高すぎる。私もね、一時期髪が紫でめちゃくちゃ派手髪だったんですけど、なんか色は落ちるけど、でもその度に染め直してすごい楽しいし、なんかめちゃめちゃ可愛いし、すごい楽しかった。ミルナさんが前にネイル施してたお人形さん大好きです。ありがとうございます。どんな髪でも美しい自分になりたいですね。自分の満足が一番大事ですからね。僕は18歳です。ウェルカム。いいしょ。なんか誰かが都合よく突してくんないかな。インスタライブ突待ちです。
あ、でも知ってる人しかあげません。四つ目マジで可愛いな。こうなりたい。てかあれか、目の位置が下がってるからそれが可愛いのか。現実の指がつっちゃった。またカップ麺食べようかな。一時期ピンク髪にしてたんですけど、今は黒髪でワンレンヘメカットでウルフにしてます。お、黒髪でワンレンヘメカットでウルフめっちゃかっこいい。え、いいな。ヘメカットやりたいんだよね。なんかね、髪をめちゃめちゃに短く切っちゃったから、でもヘメカットやりたいから、ヘメカットをやるために私今までずっとこういうパッツンだったんですけど、ロリータだから。でもこのヒメカットがやりたくて前髪短くしたんですよ。この段差が出したくて。でも斜めにしないと、あのなんかなんだっけ、そういうキャラいたじゃないですか、タラちゃんだっけ、になっちゃうので斜めにしたんですけど。でもやっぱロリータパッツンだからパッツンに戻したいな。ラブ初見です。小学生の時からミルナさん、お、ありがとうございます。結構ね、なんか YouTube、 私結構9年か10年ぐらいもう活動してるんですけど、結構なんか活動歴が長くなるにつれて、なんか小学生の頃からとか中学生の頃からって方がすごい見えるようになって、めちゃめちゃ嬉しいですね。お着物似合いそうです。着物はね、好きですよ。着物結構持ってたんですけど、でもまとめて全部実家に送っちゃった。結構絞りの羽織とかすごい綺麗なやついっぱい持ってた。中学生ぐらいから髪伸ばし続けて腰ぐらいまでいいな。ミルナさんみたいなショートに憧れます。確かにめちゃめちゃ伸ばすのこと、綺麗に伸ばすのって大変だからさ、綺麗に伸びてるとききっとめちゃめちゃ、だって私もさ今すごい髪伸ばしたくて、やっぱり髪めちゃめちゃ長い子って可愛いじゃん。なんかこのぐらいまである子とかいるけど、そういう風になりたいけどさ、やっぱそこまで伸ばすのってめっちゃ年月がねいるから、しかもこっから目指そうとするとさ、途中なんかすごい半端な長さの時が長いから大変だなと思って。ミルナさんのイラスト描きました。1月に可愛いカルト行く予定なので、その時に渡せます。めっちゃ嬉しい、ありがとうございます。マジで今可愛いカルトめっちゃ、マジでお客さんが優しすぎて、なんか素敵プリンセスしか来やんから、マジで大好き。ラブ、ミラさん頭の形綺麗だからショートバチクソ似合う。ありがとうございます。頭の形はね、うちのお母さんがね、あの息まずに一遍でフンって言うんだからねってすごい自慢してるお母さんがよく。クリスマス行きます。お友達増えるかな。お、あのクリスマス可愛いカルトのことかな。クリスマス可愛いカルトはね、なんかツイッターとかでエゴサーチしてたら、なんかね、みんなね、お友達増えるかなって言ってるからね、多分あのみんなみんなそう思ってるから大丈夫だと思う。ホワイトカルト早くても2月ぐらいになっちゃうんですけど、絶対行きます。おいで。ということは遠方の方かな。あのね、なかなか遠くからは分かんないけど、遠くから来ようとすると、あのそもそもなかなか高円寺って選ばないと思うので、その旅行先とかにね、なかなかあの大変だと、大変っていうか、あえての高円寺って感じだと思いますけど、遠くから来てもとってもね、あの気概のある他にはない街なので、ぜひ楽しんでください。高円寺可愛がると男性も来ますか。全然来ますよ。めっちゃおしゃれ、あのプリンセスプリンスいらっしゃいます。みんないい子。来年の目標は壁カルトに行くことです。おめきりおめかししていきます。楽しみ、ありがとうございます。でね、あのクラウドファンディングがね、予想外って言ったらあれですけど、あの予想外の大成功を収めたことにより、あのこのままだとマジでそのご支援いただいたマネーで結構相当それだけであの店が続けられるので、おかげさまでね。なので来年ぐらいまでならやってます。それ以降は潰れます。嘘です。できるだけ潰れないように資材を投じて頑張ります。なんか YouTube のコメント欄を見てたら、なんかこの人は喋るのが苦手なのかな、声も震えてるし手も震えてるみたいに言われて、ヒヒ、なんか
痛いところ疲れましたね。喋るのは苦手です。そう、でもなんかその美しい手の動きだけには迷いがないって言ってもらったんで、とっても嬉しい。最近爪切っちゃったんでちょっと指短いですけど、私外車種なんですよね。普段は内車種で切り抜くと手の動きが日本舞踊みたいってコメントありましたね。そんな光栄な恐れ多い、ありがとうございます。新しい iPad Pro はどうですか？あ、そう、 MacBook Pro 買ったんですよ。テレって、あ、みんなにその MacBook Pro を自慢しよう。あのですね、みんなが私の動画をめちゃめちゃ見てくれたおかげでですね、なんと私とってもお金持ちになってしまいまして、で広告収入で iPad Pro を買いまして、で私とっても絵がうまいので、あのオリジナルの iPad ケース、 iPad ん iPhone ん MacBook Pro ケースを発注して作りました。自分用に一点物、めっちゃかっこよくない？なんかね、白を敷いて全部紫一色でプリントして、こんな感じでね、ちょっと凹凸がわかるかな、絵柄のところだけ凹凸があって、めちゃくちゃかっこいい。みんな欲しいでしょこれ。これはね、一点物だからダメ。受注販売してもいいよ、みんながすごく欲しいならね。可愛いでしょ。なかなかね、なんかやっぱり仕事とかで使うから、あんまりすごいなんか幼くしたくなくて、大人っぽくしたいけど、なんかドールがいいなと思ってしたのがこんな感じです。可愛いな。でれーん、サイズ大きいな。大きいですよ、14インチ買ったんで、買って小顔効果。動画編集はスマホですかパソコンですか？あのスマホが多いですね。スマホっていうか iPad でよく編集してる。なんか動画をさ送るときにパソコンに送ろうとすると、一回 Windows だったから、私一回クラウドにアップしてからじゃ、まあ要するにね、あの iPad じゃないとだるかったから iPad で基本的に編集してました。でもスマホで編集することも多かった。だからみんなね、 YouTuber なんてね、スマホで撮ってスマホで編集してスマホで投稿したらええねん、それで登録者数9万人ちょっといくねん、もうみんななりな YouTuber。 まあ私めちゃめちゃ動画で、あの動画のコメント欄でここだけラジオ音質とか画質悪とか悪口言われまくってるけどね。悪口っていう感じでいつだけど、エフェクトびっくりしました。エフェクト可愛くない？あ、イマジナリー読みました。めっちゃ最高でした。ありがとうございます。イマジナリーね、なんか本当に今この話をして通じないならもういいっていう一番最後のタイミングでロリータの話ができたので本当に良かったなって思います。でも私あのイマジナリーがファッション誌だと思うんですけど、ファッション誌なのにめちゃくちゃに文章が多い、多分服の写真より文章が多いのすごい大好きなんですけど、結局のところ着るだけで表しきれない、なんていうのかな、最高速度の結果文章が言葉が勝つのめっちゃいいなって思いました。あれは動画で宝石ノート入る ところ癒されます。あれですよね、カランカラン。ASMR はねやらん主義なのですけれども、でも綺麗な音は普通に好きなので、私と切り離されたところで綺麗な音を入れましたとか言って普通に ASMR やってたら済まそう。まあでも耳かきとかはやらんかな、多分別にやってる人はいいと思うけど、可愛いからといつになっても見ける目処が立たなくて悲しい、それは悲しみピですね。ぜひ来てください。なんだかんだねあれなんだよね、店を開いた理由がね、やっぱオフラインで会わんといかんのよ、うちらは。
インターネットはね、うちらを延命したけど、インターネットは奪っていったものはあまりに多すぎるよね。だからうちはインターネットを手配中のためだけに使います。そしてインターネットで人と出会います。声素敵ですわ、寝れない時に動画音声聞いてます、ありがとうございます。いつも応援してます、世界観も全部大好きです、可愛がるとおいでん、いつかノートの再開も楽しみにしてます、購読してました、ありがとうございます。ノート本当ごめん、あのノートで、あの考え事のマガジンを更新したんですけど、私がズボラすぎてあまりにも更新を怠ったことにより、あの運営さんにお前ちょっと更新してなすぎるぞって止められてしまいました。本当にごめん。あの過去の文章とかもね、その時に非公開になっちゃったので、良きタイミングでなんかね再公開したいし、あとやっぱりコツコツやるのが無理だね、私コツコツ頑張れないね、コツコツ頑張れないけど、でもたまには頑張れるので、たまに頑張れる時だけ更新する感じのゆるゆる、まあ、特に最近はちょっと大変なこと多かったしね。また元気になって元気にやれる、お鳩時計、ファンカルトを作ろっかな。時の流れをね忘れるので、鳩時計を部屋に置いてます。友達には乙姫と言われました。ラジオとかも聞いてみたいです。ラジオか、結構話すの苦手だからな。でもやれたら楽しいですね、私本人がラジオ大好きだから。可愛いからと今まで来た方で最年少だと何歳ぐらいの方がいましたか。11かな、小学生の方がいたかもしれないけど、記憶になる限り11の方。あと男性も来るよ全然。自分はロリータ嫌いのですが、可愛いからの世界観大好きです、そんな私でも言っていいに決まってる。なぜならドレスコードはあんたにとっての可愛い、ドレスコードはロリータではないです、あなたにとっての可愛いです。よくさアイドルさんがさこういう笑顔してない、あれ好きなんだよね。なんで練習してます。っていうかさ、なんだっけ、家にゴミ箱が来てさ、マジで嬉しすぎるんだけど、嬉しすぎる動画を載せたらさ、なんかフォロワーが20人ぐらい減ってさ、なんで。ゴミ箱嬉しいに決まってんじゃん、なんでよ、リムーブしないでよ。ちょっと落ち込みました。スクショタイムですか、ゲゲミピちゃんのスクショタイム。知らない花のブローチ待ってます、ありがとうございます。そう、知らない花のブローチの生き写しのモデルと、あとその通常モデルとぼちぼち開始したいと思っております。四つ目エフェクトめちゃめちゃ可愛いですね、ありがとうございます。あ、ゴミ箱の動画が好評の方が、ありがとう。ラーメン食べたいけど、ラーメン買ってあったかな、八王子ラーメンしかないかもしんない。あのね、みんなね、八王子ラーメンみんなに注意だかそう。あ、待って、これ私がどいたら、このシーツがちょっとめくれてて、なんか汚いのが見える。布団持ってこよう。あ、こんばんは、ほんのさん、よいしょ。ジャジロリータ楽しみです、ありがとうございます。ジャジロリータね、本当っていうか本当、あのインスタライブしてる場合じゃないんですけど、早くジャジロリータのあのね受注ページを作れっていう感じなんですけど。早く作ります。そうなの、お部屋の片付けもお友達にお手伝いしてもらっていて、ミルナさんの家にゴミ箱が届いたよ、画期的な動画なのに、ほらほら、ミルナギャルガチ勢はね、これがどんなに革命的なことか知っているんだよ。限界だったからね、うちは。限界だからね、今もうちは。あの、友達に片付けてもらったり、親に片付けてもらったりと、とっても限界ギリギリの私の家にゴミ箱が来たんですよ。もう最近はね、お店への差し入れもね、あの、あれですよ、あの、チンするお米の、ちょっと、あの、すごい高めの美味しいやつが届いたり、あの、
このモナカのお茶漬けのやつが届いたりして、すごい私はあのファンの深い理解に泣きそうになっております。いつも私も眉毛剃りたくなってきた。剃りんさい。今日初めてのバイト代を貯めてベイビーの洋服を買いました。嬉しくて泣きそうです。おめでとう。ロリータね。しかもベイビーさんね、めちゃめちゃ憧れるけどめちゃめちゃ高いよね。でもめちゃめちゃ買ったら嬉しいよね。おめでとうございます。そしてゴミ箱デビューもおめでとうございます。ロリータ服とゴミ箱を並列に並べてごめん。でもね、どっちも私めでたいんだ。なんか今日アイシャドウの調子がいいな。ツヤっとしてる。グー。今バイトの休憩入りました。お腹痛い。あら大丈夫ですか？お店に行くときプレゼントなど持って行っても大丈夫ですか？あ、とっても嬉しいです。とっても嬉しいですが、わがまま言っていい？私あの消え物でお願いします。あの食べ物系以外やと私あの一生取っといてしまう、あの一生取っといてしまうので、あの家がパンクしそうなんだ。あの食べるものでお願いします。食べるもの欲しいです。本当にあのお腹を空かせていてもいつもカップ麺しか食べてないので。ルナソルのアイシャドウですか？あ、よくご存知で、前載せてたからかな。ルナソルのアイシャドウでございます。あれ違ったっけ？違うかもしれない。今のね使ってるのはあれかも、あのホンダ吉田ホンダん？あのユニちゃんにもらったこれです。エレガンス。あ、なんか汚いものが落ちたかもしれない。エレガンス、エレガンスのなんか、うん、絶対映るな、絶対映るな、絶対映るな、散らかってるのが。エレガンスのめっちゃジュエルみたいなパレット、かわいいね。デデちゃんのギャルメイクの動画めっちゃ見てる。あの動画中毒性ある。あれね、すごいめちゃめちゃ可愛くメイクしてもろた。デデちゃんのあの時にね、私側のコラボでも私側も撮ったんだけど、私の編集が絶望的に遅すぎてまだ載せてないね、ごめんね。こんばんは、ゴミラ箱歴史おめでとうです。先日は可愛がるとお邪魔しました。いらっしゃいませ、アボガドさん。よいしょ。指輪もとっても大事にラブしております。アレルギーならありますか？アレルギー、花粉症ぐらいかな。あのね、めちゃめちゃあのチンチラが可愛くてたまらんくて死ぬほど飼いたいんだけどね。チンチラはあのイネ科の植物アレルギーあると飼えないじゃない。でアレルギーないって言われてんだけど、なんかもしもと思ったら怖くてね。チンチラでも飼いたい。命を育てたい。命と触れたい。なんかこの部屋に私が一人で孤独に生きているのが耐えられない。なんか有意義なことがしたい。何か私の営みで、あ、雲、やっほー、命いたわ、雲いた、かわいいね、映さないけど。なんか雲どんどん大きくなってんだよな、怖いな。雲飼ってる部屋にね、雲がねいつもいてね、なんかいろんなところに出るんだけどね、かわいいから飼ってる。友達。可愛いからといつも行ってみたいです。ウェルカム。好きなお菓子とかありますか？和菓子系が好きです。特に羊羹などが好きです。雲も見るなギャル。雲ピ。ミピピピミピミピ雲ですね。あ、本物の雲です。今ね、とことこカーテンの上の方に歩いて行っていて可愛いですね。ミピピピミピミピグモはあの部屋をこうやって巡回するんですけど、巡回するだけであの何もしません。私ってナルシストなんだな。なんかこのねフィルターはすごい可愛くて自分の顔をまじまじと見てる。虫大丈夫なんですね。あ、全然大丈夫、全然大丈夫とは言えない。結構苦手な方かも。でも雲だけは平気、なんか可愛いから。可愛いからと行くときバラのお花持っていきます。嬉しいです。可愛いからとね、
可愛がるとすごいなんか皆さんきっと私がバラのことを好きなのを知っているから、この世界のあまねくバラがあらゆる形で集まってきます。成果もやってくるし、この間はあのバラとなんかね、バラの形のジェリーのお菓子、なんかバラ宝石みたいな名前の綾香彩香の宝石っていうお菓子をいただいて、めちゃめちゃ可愛く美しくさせて欲しかったです。うわ、初めて見られました、お美しい、ありがとうございます。そういえばこのフィルターもちょっとだけ雲っぽい、確かに、うにょうにょ、うん、めちゃ喉が渇いたのよ、ご飯が食べたいのよ。彩香の美味しいですよね、彩香の美味しかった、感謝。なんかいただき物をいただくたびに、この何を思ってこのそれを選んだのかどこか伝わってくるようで、その時になんか物をゲットしたことももちろん嬉しいけど、なんかその瞬間誰かの心の中に私がいたことがめちゃくちゃ嬉しい。せっかくだしめちゃめちゃ化粧するか。マジでね、めっちゃ久々に化粧した。私の家にも蜘蛛います、可愛いねって見逃してたらなんか増えてきて、最近雨の間歩かれるようになりました。蜘蛛に舐めされてますね。リップをねずっとねぼかしてたんですけど、最近際までリップブラシでキュッて塗ると映えることに気づき、なんか私の顔に似合うことに気づきました。塗るの下手くそか。下手くそです。これで今日はね、ちょっとこのなんていうのかな、前にあの BBA カフェでっていうあのビーチフルブロークンエンジェルカフェでみんなで架空のコンカフェメイド城に、コンカフェ城になりきって遊んだ時に、可愛いカルトであのピエン系のこのメイクを参考にしてメイクしたらなんかすごい漏れちゃって、可愛いじゃんって言ってやったのを参考にしてちょっと薄くして塗ってみたらなんかすごく漏れました。やっぱなんだかんだキャリーパンミューパンミューからの流れだと思いますけど、涙袋重要ですね。目が乾くのよ、目の乾きから喉が乾くのよ。この間ね、あの差し入れでこのキラキラをね、なんか6個ぐらいもらってめっちゃ嬉しかった。一生分じゃんと思って、これも塗っちゃおう。これたまにマジで4ミリぐらいある、5ミリくらいあるか、星が入ってるの最高なんだよな。キラキラ、色違い持ってます。お、やはりミルナギャルはこれを持っている。だってなんかあまねくラメの中で多分一番でかいですもんね、これ。しかも手に入りやすくとても可愛い。キラキラー、
よろしければエレガンスのどの色か教えていただければ嬉しいです。ゆみちゃんがね選んでくれたやつだから私が選んだわけじゃないんだけど、でもめちゃめちゃ私の顔に合ってるんだよね。ねエレガンス、うわーめっちゃ映っちゃった、エレガンスヌーベルライズ28がこういう色でも、このブルーはほとんど使ってないけど、このゴールドをハイライ、あの明るいところの色にして、でこのちょっと暗い色とこの赤を混ぜて目尻に置くとすごいね盛れるので、私はすごい好きです。これ誕生日プレゼントユニタにもらったのに返してないような気がする。ラーメン食べます。なんか、あ、そっか、ラーメン食べますって表示しとこう。ラーメンを食べるよ、お腹が空いたよ、よいしょ、ラーメン食べるよ、八王子ラーメンですか。そうです、さっき言ってたやつです。八王子ラーメンはマジで美味しい。よいしょ。はい。あれ？逆？赤のアイシャドウって使うの難しいイメージだったけど意外に盛れるんですね。そうです。意外に盛れます。あ、この位置にこれを固定しておけないや。じゃあみんな新しい人が来てこれは何をやってるんですかって私がいない間になってたら、ミルナちゃんがラーメンを食べに行ってますって説明しておいてください。みんなに託されましたよ。よいしょ、ただいま帰ってきました。マジでいなくなるミルナちゃん最高、すごい、マジでいなくなっ、ソララーメン食べるからいなくなるよ、すごい、何もかも褒められる、やったね、モテモテコーラー。というわけでなんかねタイトルを変えれないかな、この放送のさタイトル変えるのどうやんの？意外と早かった、お帰りなさい。私早いですよ、仕事ができるんで。あれ、ライブのタイトル変えれない？ほうほうほう、ダメだ、やり方がわからん、もうどうすることもできない。私も夕飯豚骨ラーメンです。あら美味しそう、豚骨ラーメンいいな。カップ麺をね買うと毎日それしか食べなくなるので、基本的にカップ麺を買わないように努力してるんですけど、そうするとね何も食べないんで。はい、皆さん乾杯。私コーラでございますけれども、うまい。このために生きとる、仕事終わりのコーラ。今日はね取材があって、でお昼はスシローに行ってました。でさっきまでお店行ってました。乾杯。乾杯 KP って言うんですか。うまい。なんか最近動画で手触れてるってよく言われるんだけど、触れてるかな。あーでもそっか、触れてるかな、怖いな、また再発してる。ちょっと前なんか手が触れる病気になっちゃって、でなんか特効薬飲んで治ったんだけど、なんか再発するっぽいから嫌だな。
人形のメイクに支障が出る。まあ生きてるからいいけど、生きてるって最高。しょ、というわけでお湯注いできます。見てください、八王子ラーメン。これはね、これはですね、マジでくっそ美味しいんで、みんな買った方がいいですよ。これは、あの、ハッシュタグ PR。PR じゃないけど、自分の金で普通に買ったけど。これは、八王子ラーメンっていうのは、なんか醤油ラーメンにめちゃめちゃ、あの、玉ねぎを入れたラーメンのことをそんな感じで呼ぶんですけど、諸説あり。その中でも、マジで、八王子ラーメンの中で美味しい店の八王子ラーメンの味がする。なんかね、さっぱりめの醤油ラーメンこと、あっさりめの醤油ラーメン好きな人だったらみんな好きと言い切っていい味がする。締め色めっちゃ可愛いです。アイシャドウ何使ってますか？可愛いでしょ？これね、ほんとね、ゆみちゃんがおすすめしてくれただけあるよね。めちゃめちゃメイクのプロの子、なんかめっちゃメイク好きな子だから。こんな感じで、ね、エレガンスのヌーベルアイズの28。お。アブクさんとの情報交換がありがてえ。だけでお湯が沸いたので、お湯を注いでくるので、皆さんはさっきによって、あの、私がいない間説明しといてください。よく考えたらさ、その位置だとラーメンどこに置いて食べたらいいんだろうね。こぼさないかな。はい、ただいま。のし。帰ってきた。ラーメンの上で、間違えた。ベッドの上でラーメンを食べるというクソ最悪。限界。なんかテーブルになるような板あった。でも、一緒かな。結果的にはなんかね、フードウォーマープレートっていう、ご飯をずっとあったかく食べれるっていうプレートをね、買ったんですよ。買ったんだけど、全然ね、ただの板としてしか使ってないですね。どうやって使ったらいいんだろう。はい、カップ麺できるの楽しみだな。3分後。これはこれがチープカシオ、すごく便利。これはたった6000円ぐらいなのに、アップルウォッチ相当の機能がついてる。私アップルウォッチ持ってたんですけど、タイマー機能と、あと日付表示する機能と、タイマー機能と電卓機能しか使ってなかったんで、なんとチープカシオにもその機能が入ってる。こんばんは、キラキラ雨が可愛いですね。これはお客さんから差し入れでいただいたやつで、目をキラキラさせています。カップ麺、これカメラ引けないかな。カップ麺が映らないよ。まあ、つらんくていいか。年賀状の支払いのためにコンビニに行く勇気がありません。ラブです。なんか先世紀末に暮らしてるの。あ、そっか、あの、あれか、あまり外出しない方がいいとか、そういうことか。ごめんね、クレカ持ってない年代の子だとね、お支払いが大変だよね。
ップメン。なんか意外と立たないな。あったかい。こんばんは。今ねカップ麺を作ってます。で3分経つのを待ってます。あ、鳴った。便利だねミックちゃん。それではカップ麺を作っていきます。ということでカップ麺を作っていこうと思います。何の変哲もないこの湯と麺、この香りが私の日常的な些細な小規模な幸福で、液体スープから入れる。私さ YouTube をさ半年 ?1 年結構サボってさ、あの喋んの下手になってない結構 YouTube 始めて1年目ぐらいの頃だからかなり喋るの上手かったと思うんだよね。なんかどんどん喋るのが苦手な人になってる。別にいいけど、まあ今日はね結構取材回りだから疲れてるんだよね。それもあってちょっとヘナッとしてますけど、お腹空いてきた。いいでしょ。ラーメン食べたくなってきた。みんなに対して飯テロが。てんてれん、後入れ火薬は、あの、なんだっけこれ。玉ねぎ。はい、パラパラ。それでは、玉ねぎを入れていこうと思います。だだった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 。あー。これが美味しいんだ。もうね、玉ねぎの、甘いいい香りが広がってます。こちら現場からお送りしました。で私は箸を洗うという精神的な余裕がなく文化的な生活を犠牲にしていつも割り箸を使ってるけど、割り箸すごく楽なので衛生的でもいいしおすすめです。4焼き海苔、これは外せない。しかも焼き海苔を追加したいな。でもこれ私変に動くとなんかラーメンがひっくり返りそうだけど、ラーメンがひっくり返らないことをみんな祈ってください。まずラーメンが映ってないのよ。重要な話題の今中央のこうなってます。はい、で私が動こうとしてるおっかない、おっかない、絶対ひっくり返る嫌なんだけど。あ、大丈夫、無事無事。でもこれ降りる時がなんか、あ大丈夫だった。焼き海苔どこ行ったんだろう。絶対あったんだけど、昨日友達食べきっちゃったかな。焼き海苔の粉ならあった。いいや、これで我慢しよう。あー怖いよ怖いよ。よし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 。なぜ我々はインスタライブでこんなにドキドキしているのか。それはね、恋だよ。頑張れラーメンラーメンへの祈りが私応援してよ。まあ私は頑張る必要ないか。だってね、こんな布団で食べてるしね、ラーメンを。こんなに頑張ってない人もこんな頑張らなくていいだろ、もうこれ。はい、いただきまーす。わーい。
めっちゃうまい。このね、いにしえのニコニコの視聴者が一人二人いるかいないかという底辺放送の雰囲気で生きていく。マジで美味しいな。めちゃくちゃラーメン食べたくなってしまった。いいでしょう。ほれほれ、うまい。マジでうまい。これさ、今44人見てくれてるんだけど、無言でベッドでラーメン面白15秒コンテンツが世界にのさばった今の時代必要なんだよ。無駄がね。15秒でほっこりしたり、15秒で泣けちゃったりする時代にね、あなたはカップ麺を食う動画を見てる。しかもインスタグラムで、確かにツイッター受けかもしれない。いや、ツイッターでも受けないと思うけど、さっきご飯食べたばっかだけどラーメン食べたくなってきました。作ってきます。いってらっしゃい。ラーメン美味しいからね。のり粉を入れます。あ、いいね、幸せ。これめちゃめちゃ歯につくやつでは。まあいいや。もうね、すっぴんでゴミ箱が届いて喜んでる動画に可愛いと言ってくれる、よく訓練された皆さんなので、多分大丈夫。もう生きてるぐらいでは惹かれない。うん、ラメソを取り出しました。お、美味しいネギトロさんは前に魔女っ子さんとのライブに来てくれた人かな。名前が美味しそうだから覚えてる。何ラーメンですか。八王子ラーメンです。めっちゃ美味しいよマジで。私箱で買ってる。
こで買っても秒で食べきっちゃうぐらいマジで美味しい。あ、金曜日か。なんかフリーランスだとさ、フリーランスだかニートだか分かりやしないけど、フリーランスだと曜日感覚がなくなるからさ、毎日月曜日っちゃ月曜日だし、毎日日曜日だし、日曜日っちゃ日曜日だし、みんなあれか、もう仕事終わってやった土日だみたいな感じがね。まあみんなもインスタグラムライブの前で各自酒を用意して酒を飲んだらいいじゃない。大人になったら絶対お店行きます。ありがとうございます。とりあえずかっぱえびせん出してきました。食べな、かっぱえびせんを。お腹が空くのは一番良くないからね。うん。さっきアルフォート水食べてしまいました。アルフォート美味しいよね。たまに食べたくなる。辞めたバイトだけに制服返しに行かないといけないけど、化粧だけしてなかなか動けない。そらそうだ、だって嫌じゃん行くの頑張ってください行くの。郵送したいね。なんかそれ無理か。でもお寿司食べてきた。お腹パンパカパン。私もお昼お寿司だった。スシロー行った。スシローさ、なんか店舗によって味結構違くて、私新宿三丁目のスシローをしてる。あ、新宿三丁目じゃない、新宿東口店だ。新宿東口店のスシローは便利な割にすごい美味しい。で、あの荻窪のスシローのアンチ荻窪のスシローの関係者いたらごめん。新宿東口店はマジで美味しい。スシローさん、今ウニフェアやってんだよ。だからみんな行った方がいいですよ。めちゃめちゃ美味しかった。スティングバイトおすすめですよ。なんかさ、こないだ締め切っちゃったんだけど、なんか年賀状を送るっていう企画をね、こないだまでやってて、それをね思いついたきっかけがポスティングなんだよね。なんかポストにさ、近所のお店のなんか手書きのチラシが入ってて、でなんか広告だけじゃなくて、そういえば店主は最近なんとかを買いましたみたいな、まあ言ってしまえばどうでもいい報告とかも手書きで書いてあって、でもなんかそれが結構楽しくてさ、なんかファンに対してこれやりたいなと思ったんだよね。でも毎月本当はやりたいけど、毎月なんか月刊ミピちゃんって言って、手書きのクソどうでもいいミピキをみんなに郵送するっていう、このインターネット時代にわざわざ
金をかけてポストに投函させるっていうのをやりたかったんだけど、だとすごく大変なので、まずはあの年賀状でねやってみようと思って、そういう企画をやっちゃりました。でもね、もう締め切りました。うん、またやると思うので、懲りずに、何かの機会に懲りずにまた申し込んでおくれ。うん、のりスープめっちゃ美味しい。私の準備ができたらいつか絶対に会いに行きます。ウェルカム。可愛いカルト行ってみたいです。おいで。年賀状を逃したので今後の客を待ちしてます。あら。お楽しみに。ミルナちゃんがラーメン食べてるのを40人が見守っているのか。本当だよ。みんなもっとね、時間をね、有意義に使っちゃダメですよ。人生にはこのぐらい無駄なことがね絶対必要だから。ほらこうやってね、ラーメン食べ終わったやつを適当なところに置くからゴミ屋敷になるんですよ。大学の課題やばいので今から頑張ります。頑張ってください。なんか意外と年賀状を逃した人が多そうだから、年賀状のなんだっけ、受付をこのインスタライブ中だけ復活させちゃいます。というわけで復活させちゃいます。ので、でもインスタライブを見てる人からしたらインスタライブが 見れなくなるよね。よく考えたら、まああの19時ぐらいまで復活させとくんで、その代わりキャンセルしないでね。あの印刷しちゃうから。ミピちゃん何のお仕事してるの？ミピちゃん今は働いてない。あ、今日はね、あのあれしてた、あの取材受けた。ゲフ。え、嬉しい。ありがとうございます。よかったよかった。意外と逃してた人が多そうだ。ほい。で、今復活させます。ほい。はい、復活させた。で、19時ぐらいまであの復活させとくので、その間私はどうせなんかラーメン食べたりお菓子食べたり有意義なことは何もしないので、適当に1回切って注文してくると、私から年末年始に年賀状が届きます。いってらっしゃい。あ、フィルターがあんまり横向くと切れちゃうのかな。そういうわけでもないか。目が乾く。
ついにラーメンすら食べていません。あ、コーラあったわ。バーチャル YouTuber とかさ、一応やった時期もあるんだけどさ、一応ね、この放送も投げ銭投げれるのよ。まあ部屋着でラーメン食って投げ銭を受け取ろうって人生舐めすぎだけどね。ラーメン代をくれ。そしてその金で私はラーメンを食べる。ラーメンを奢って八王子ラーメン280円ぐらい。コーラ。はい、皆さんもう一回乾杯。急にアイドルっぽいね。いや、わかんない、アイドルこういうこと出すのは知らないけど、なんかこうチャットレディ的な、わかんない、私のイメージ。チャットレディこんな見てないか。もっとなんかちゃんと可愛い格好して話すか知らんけど。はい、乾杯。あ、そっか、年賀状どちらで見れますか。あのね、ベースは私の、ね、ちょっと待って、どうやっていきたいかな。私のプロフィールの URL から URL に通販サイトが載ってるはずなのよ。っていうか今あれかな、URL をコメント欄に貼ってもダメか。ちょっとどう検索したら出るかやるわ。かわいいカルトオンライン。あ、で出るわ。かわいいカルトオンラインショップで出ます。検索。iPad で頼んできました。乾杯。お、乾杯。ナイスです。よかったよかった。お、結構減ってる。皆さん結構逃していたようで、年賀状を、年賀状をわざわざ紙で届けますっていう、謎ではないわ、素敵な素敵な企画をやってるので、19時ぐらいまで復活させてるので、かわいいカルトオンラインショップで検索です。あと送料と印刷費とかで500円1回かかるけど。 iPad 乾杯。眠い。お腹もいっぱいになったし寝ようかな。というわけで、19時ぐらいまで、年賀状企画は開いてるので、かわいいカルトオンラインで検索してね。おやすみピーヘルプ。まあでも、中身ない感じでダラダラやってるかもしれない。なぜなら生放送をやっていないとツイッターをやってしまうからです。やりたくないツイッター、嫌だツイッター。なんならもう iPad でさっきちょっと見そうになりましたからね。ツイッターを見る時間を1秒でも減らさないといけないじゃないとアンハッピーになる。眠い。これ知ってる人見てたりすんのかな。
全然ね、なんかナルシストなので自分の顔しか見てないのでコメント欄を見れてない。リップ落ちないやつ使ってますか？あのね、ロム&がマジ有名だけど落ちない。前までメイベリンのなんか42時間なんか死ぬほど落ちないみたいなリップを使ってたんだけれども、最終的に唇の皮が全部むけて落ちるっていう、落ちなすぎてやばいリップだったんだけど、最近はロマンドがすごい優秀だから、もうそれでなんとかしてるね。なんかメイベリンのやつは色落ちしなさすぎてぼかせなかったんだけど、ロマンドは簡単にぼかせる、代わりに落ちないからすごい好き。眠い。私これ17ライブとかにスカウトされたら秒でクビだな。リップで塗る前などにケアしてますか？私も皮むけるタイプなので、リップ塗る前どころか常にめちゃめちゃあのリップフォンデュっていうリップだけ愛してますね。リップフォンデュはなんかねっちょりしたワセリンみたいな、ワセリンを固めたみたいなリップで、それを使うとめちゃめちゃ潤うっていうか、私のパサパサの唇はリップフォンデュじゃないと潤わない。でもなんかなんだっけ、これも使ってる、ディオールのリップマキシマイザーは知らんけど、なんかリップをぷっくりさせる成分が入っててぷっくりするらしいよ。詳しい方はよくわかりません。でもね、何塗っても首、あの何塗っても唇の皮めちゃめちゃむけるんだよね結局。だから定期的にむいちゃって、しばらくプルプルになって、しばらくしてまた皮ができて、しばらくして全部むいての繰り返しです。もう諦めるしかない。マジで眠い。コンタクト取ろうかな。そしたら風に寝るモードだな。読めないもんこの距離で。どこでしょ。ラーメン1個食べたら余計お腹すくな。もう1個食べたい。消し落としてこようか。アメリのヴァンパイアリップがめちゃ可愛いです。アメリのヴァンパイアリップ、なんか名前が絶対可愛いげだね。あ、ラーメン食べてた人だ。ただいま戻りました。熊本ラーメン作ってきました。最高。最高。熊本ラーメン美味しいよね。同じやつか分かんないけど、あの、くまモンの絵が描いてあるやつ。私あれ美味しすぎてね、なんかジップクロぐらい買って、買いすぎて一生使い切れない。マキシマイザー、音声入力だと何度やってもマキシマイザーになってしまって笑いました。なんだっけ。さっき教えてもらったやつ。ヴァンパイアリップか。どんな？ヴァンパイアリップ。あ、これ？めっちゃ可愛い。めっちゃ可愛いってか、これもしかしてあれじゃない？インスタの広告にさ、なんか
これかな、これ。インスタの広告にさ、最近ここのアイシャドウめっちゃ流れてきませんか。かわいい。てかなんか色もめっちゃいいですね。いいなぁ。なんかこの暗いじわっとした色。よいしょ。お、年賀状が何枚か。ほい。それです。いやーなんか赤い宝石みたいなパッケージすげえ可愛いなと思ってて、最近もうマスクだから目元しかメイクしてないんであれなんですけど、でもリップ塗るときは絶対リップブラシ使うからな。別にリップ型やる必要ないのか。なんか昔はさ、すごい顔の映えとかさ、森とか気にしてたけどさ、最近なんか美しいこととか可愛いことは重要なんだけど、別にそれがみんなにとって可愛いこととか美しいことっていうのとは全然実は関係がないし、要するにすっぴんで動画を撮ることに全然抵抗がなくなってきました。なんかすっぴんの私可愛いなって思ってあ、安心してください。あのさすがにお店ではこんなにグデグデしてないですちゃんとね、可愛いカルトではもっと真面目に接客してます。本当です。マジで眠いんだな。普段やったらもうめちゃくちゃ永遠に喋っとうもんな。疲れてんだろうな。寝落ちしてしまったら目がカピカピになる。なんとかして。でもこれ来たら絶対ツイッターやるやん。嫌なんだわ。私がなんとか寝もせず、あれ、また切れた。あ、着いた。目が4つあるとかなり可愛い。化粧落とすか。めんどくさい。誰か化粧落としてって言って。めんどくさい。てかすごいさ、なんかこんなクソ放送なのに常になんか40人ぐらいいるんだよねみんな、何してんの特になんか反応がめっちゃ来るわけでもなし、でもなんかなぜかずっと人がいる。あれかな、みんなも寝ようとしてんのかな。バーチャルソイね。ラジオ的に聞いてました。なるほどね。あ、すごい、めっちゃハートもらった。やった。クレンジングやるか。クレンジング、よいしょ。半分起きた。えらい。やるぞクレンジング。よし。はい、みんな私がいない間に
新しい人が来たらあのクレンジングに行きましたって説明しておいてください。こんばんはです、こんばんはです、すいません、早速クレンジングに行きます。はい、ただいまクレンジング偉いです。お、褒められたね、やったね、ミピミピだね。これは拭き取りクレンジングです。便利だね。目が小さくなる。お、鳩時計、そうです、鳩時計です。言うてね、目の周りしか化粧してないんで、どうせ。目を落としたら終了。はい、目が半分になった。赤ちゃんのような顔になりましたね。そういえばチンチラ飼いたい話はどうなりましたか。飼いたいなぁ、飼いたいなぁと思いながら、全然あのね、チンチラだと病院とかがさ、やっぱり対応できる病院がすごい限られちゃうから、猫ちゃんとかの方が今後は海外とかに住む場所を変えるかもしれないし、いいかなと思って保護猫団体さんとねご相談するところまで進んでたんだけど、ちょっとね、私がなんか本当に猫ちゃんを、猫ちゃんという命のお世話ができるのかちょっとおじけづいちゃってね、一旦ちょっと待ってくださいって言ってそこで話が止まってる。命と一緒に暮らしたいよ。つるつる取れた、リップも落とす。リップ落とすと私マジで顔ない。年賀状頼んできました、楽しみです。やったね、年賀状ね。あ、19時になった。年賀状のがもらえるよっていう企画を通販でやってて、それをね今だけ復活させてますので、まあ10分ぐらいまで延長しようやってるので、あ、年賀状企画そんなの知らなかった、欲しいんだがっていう人は今注文しに行ってください。あれ、はい、クレンジング終了。リップの真ん中かなんか赤いのはあれです、下まぶた落ちてるか、もともとこうか、あの唇の皮はめちゃめちゃ剥いたせいです。あ、かなよさんだ、お目目4つある、かわいい。まあね、
あ、これはね、メイク落としのカンカンめっちゃ可愛い。メイク落としのカンカンじゃないんですよ。あの、お客様からいただいためっちゃ可愛いクッキーを食べようと思って持ってきました。やっぴー。え、可愛い。めっちゃ可愛い。クッキーがクマの形。めっちゃ美味しい。なんか化粧落としたら顔がなくなってテンションが下がりました。というわけでこの辺でやめます。ルナちゃん見てると幸せ。ありがとうございます。では、おやすみピミピ。どれで止めるんだろう。